ここからは生き物探検隊。今日はあの和菓子から名前がついた深海魚をご紹介します。この正面が可愛いですね毎日目にしている飼育員でさえも可愛さのあまり撮影に夢中になってしまう魚、その名もコンペイトウです。和菓子のコンペイトウに似ていることから付けられたこの名前。丸い体の表面から出た突起が特徴です。あまり泳がずにある一箇所にとどまって、そこにやってきた獲物を食べるというところで、生き延びてきた。泳ぎが苦手なため、水中では流されないようお腹の吸盤型のヒレを使って貝殻や岩などにくっつきます。どこにでもくっつくこの可愛らしい姿と、あとは閉まらない口、もう顔が可愛いです。一方、深海魚がゆえに苦労する点も。ちょっと手を入れる時があります。で、今だいたい3度ぐらいなので、結構長時間入れてると痛いです。そんな苦労も可愛いから我慢できるのだとか。またこちらは今月生まれたばかりのコンペイトウです。生まれた時は5ミリという小ささで、もう少しで展示できる大きさになるといいます。画面いっぱいに生き物が映る方が可愛いので、ぜひこう近づけて撮ってみてほしいです。あ、可愛いカメラを片手に可愛らしい深海魚に癒されてみてはいかがでしょうか。